ない大阪人形。今回は指の形を整えていきます。指先の足りない部分に粘土を盛ります。2回目の指にも粘土を持って整えます。次は指を削って整えます。1回目の右手は指を反り気味にして、左手は中指と薬指を軽く曲げました。
反対側の手も指を削って整えます。続いて2体目の手の指を削り整えます。2回目は中指と薬指を軽く曲げます。反対側の指も削り整えます。次は3体目の手の指を削り整えます。3体目は小指を曲げて軽く握った感じに。3体分の指先の形を整え終わりました。